で、こちら。ここから米国関連ですね。トラさん全ボスニュースですね。梅さんは今日の記者会見で米軍は8月31日までに撤退すると発表。いつも通り記者の質問に答えず去っていく。G7 は撤退期限延長を主張。タリバンは延長反対。シフ議員は8月31日までの米国人全員の退避は現実的でないとした。今日からすでに米軍撤退が始まるというようなことが言われておりますね。また質問には答えず逃げたというふうなことがこちらでも言われておりますね。アフガン混乱、梅さんまたもや質問から逃亡。この1週間で4度目、記者からの軍隊が去る前に全てのアメリカ人が退去すると保証できますかの声に答えず逃げ去る梅さんというふうなことが言われておりますね。本当にすごい展開ですよね。で、こちら。米軍が突然アフガニスタンから撤退を開始、国務省は再びアメリカ国民を見捨てる判断、直後に撤回。イギリス国会は梅さんへの非難決議を採決、採択ですね。イギリス国会は非難決議採択。梅さんは国家安全保障上の脅威と元 FBI 副長官というふうなことも言われておりますね。はい、イギリスでは非難決議が出ているというわけで、いや梅さんもなかなかのことになってきましたね。本当今回の件で一気にね。で、こちら、フランス政府が誤ってタリバンのメンバーを避難民として自国に移送。アメリカ国務省は無記名のビザをアフガン人に乱発というふうなことが言われておりますね。いやー、なんかアメリカの、なんか、本当これ心配になりますね。よくわかんないことが起きてますね、今ね。で、こちら、ウィキリークスがアフガニスタンに関する過去の最重要リーク情報を再投稿。NATO 軍、CIA、NSA、スウェーデン、アフガン政府の指導層の腐敗を暴露というふうなことが言われております。これ相当強烈なことが言われております。ちょっとざっとかいつまんでみたいと思うんですが、アフガンの戦いの目的はアフガニスタンを利用することであり、アメリカやヨーロッパの税源からアフガニスタンを通じてお金を資金洗浄し、多国籍の安全保障産業エリートの手に渡す、移すことだ。目的は戦う、成功する戦いではなく終わりのない戦いだと語っている。で、アフガニスタンで展開する NATO 軍のなくなる部隊というふうなことも言われていたり、フェミニズムを強調したプロパガンダを考案し、標的を絞った世論操作を行っていた、だったりとか、こちら CIA ですね。CIA はアメリカの果てしない占領に対する非難を和らげるためにフェミニズムを強調したプロパガンダを考案し、標的を絞った世論操作を行っていたとか、1980年代にオサマ・ビンラディンと CIA の協力で複雑な地下要塞が建設されたであったり、こちらですね。スウェーデンはアフガニスタンへの空爆を利用して新しい戦闘機の営業と PR を行うことを望んでいた。腐敗したアフガニスタン政府の指導者たちは数百万ドルの現金を持って国外に飛ぶことが知られていた。あるケースでは5200万ドルも持ち出されていた。 NATO 司令部は長年にわたり戦争終結の日を議論するなと一貫して言われてきた。アフガニスタンの戦争記録にはアメリカと連合軍の爆撃機による大規模な民間人のやばいことが記されていた。米国の諜報機関はアフガニスタンの国家警察が略奪的で腐敗していることを長い間理解していた。多国籍の安全保障産業エリートたちの目的についてアサンジが語る。というふうなことが言われておりますね。はあ、これが事実であればとんでもないことですね。いや、すごい情報がまた出てきました。皆さんこれどう思われますか？これ事実で、事実と思われますでしょうか？ぜひ皆さんのですね、ご意見とかお知恵、こういうのもあるよみたいなことがありましたら教えていただけたらありがたく思います。で、こちら、ちょっと数があるのでざっと紹介していきますね。こちら、藤田さんのツイートです。ウィキリークスが公開した機密書簡、スウェーデン軍は戦闘機を売りやすくするためにアフガニスタン爆撃を提案していた。これ先ほど紹介させてもらったこと、これでも紹介されておりますね。で、こちら、日本語訳したものを読ませていただきます。リンゼー・グラハム上院議員は皆に衝撃を与え、梅さんは弾劾されるべきだというというふうにですね、言われております。もう本当にそれぐらいのやばいことが晒されていますよね。で、こちら。今日、トラさん選挙陣営は梅さんボスの失策を非難するビデオを公開した。タイトル、幸福最高司令、責任者、梅さんはアメリカと世界に嘘をついていた。ついたというふうな、すごい強烈なタイトルですね。で、合わせてこちら見ておきましょう。こちら。トラさんのセーブアメリカが、梅さん政権を批判するデジタル広告を作成。梅さんはアメリカが戻ってきたと言って世界に嘘をついた。彼はタリバンに降伏し、アメリカ人をアフガンに置き去りにした。今こそ真実を知る時だ。というように語られておりますね。はい。この動画もちょっとぜひチェックしたいなと思っております。ねえ、すごい、もうトラさんが攻めてますね。で、こちら、梅さんのツイートです。トラさんが、
梅さんがアフガンで引き起こした惨状をディスる新作動画、広告をリリース。梅さんは我々の武器、同盟国、そして自国民さえアフガンに残したまま軍を撤退させた。梅さんの元ではアメリカではなくタリバンが復活している。その広告がこちらと。今これは消えてますね、今ここではね。トラさんは火曜日、こちらで名付けら、こう名付けられた梅さんを攻撃する新しい広告を発表し大好評です。この広告では1月に就任して以来の梅さんの失敗を全て取り上げていますと。そんな梅さんですが、1994年にジョン・ F ・ケネディからあなたは裏切り者ですと言われている。昔のケネディから梅さんへの手紙。親愛なる梅さん上院議員、あなたは裏切り者です。94年8月26日、親愛なる上院議員の皆様へで始まる手紙の中で、というふうに言われておりますね。はい、というわけでジョン・ F ・ケネディからの手紙ってこれどういうことなんですかね。その中に、この手紙の中で、親愛なる梅さん上院議員、あなたは裏切り者ですとあるようなんですが、なんか不思議だなと思いました。これ詳しくご存知の方いらっしゃいますでしょうか。ぜひこれ詳しくご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えていただけたらありがたく思います。で、続きまして、こちら、バーンズ CIA 長官、カブールでタリバン指導者と会談。アメリカ政府関係者、梅さん政権とタリバンの間で行われた最高レベルの直接会談というような情報も出てきましたね。はい、これがどのような話をしたのかっていうのもちょっと気になりますね。で、こちら、タリバン専門技術者の退避中止をアメリカに要求というふうなことも出てきております。アフガニスタンのイスラム主義組織タリバンの報道官は24日、米国に対し専門技能を持つアフガン人の国外退避を中止するよう要求した。米欧の部隊に対しては31日の退避期限を延長しないよう改めて警告したというふうなことも言われておりますね。はい、で、合わせてこちらですね、タリバンがアフガンの国連の一部施設を占拠。タリバンの戦闘員が複数の国連施設を占拠し、事務所を捜索したり、タリバン司令官とその部下に食事を提供するよう要求していると安全保障局が報告。アフガン国連には約300人の国際スタッフと3000人の現地スタッフがいましたというふうなことが言われております。ねえ、タリバンさんもすごい動きをしていますね。で、話はちょっと変わりまして、こちら、地に落ちた左派の英雄、セクハラ辞任のニューヨーク州知事クオモ、エミー賞を剥奪される。あれの脅威や現状を訴えた成果を評価され、2020年にアメリカで最も権威ある文化賞の一つであるエミー賞が贈られていたというふうに言われておりますね。あ、本当に地に落ちてるって感じですね。で、こちら、トムさんのツイートです。ハノイでアメリカのカマラ・ハリス VP 到着前にハバナ症候群との関連が疑われる原因不明の健康事案が発生し、少なくとも2名のアメリカ外交官が避難する。今回は米国大使館ではなく職員宅で発生。コロナの都合で在宅勤務中、ベトナムで同様の事件が報告されたのは今回が初めてではないというふうに言われておりますね。はい、というわけで、このハバナ症候群って何ぞやと言いますとですね、これ、ちょっと簡単に調べましたところ、音響兵器による意図的な攻撃とも推測されるというふうに言われておりまして、ですね、原因不明の頭痛、めまい、耳鳴りなどの様々な健康上の問題を抱えていることを明らかにしたというようなことを言われている、まあ、そのような症状が出るということですね。はい、音波を使用した音響攻撃ではないかと言われているというふうなことが言われておりますね。はい、カマラ・ハリスさんが来るということが分かってこのようなことが起きているんでしょうか。分かんないですよ、分かんないですよ。音響兵器なのかも分かりませんが、カマラ・ハリスさんを狙ってこういうことをしてらっしゃるというふうなことも噂されていますね。で、こちら、こんな無能な人間がいるのか、トラさんジュニア、負けない人士、梅さんのタリバンとの交渉失敗を激しく批判。梅さんはタリバンが指示した8月31日の撤退期限に従うと述べた。これは全てのアメリカ人を避難させることができないということだというふうに言われておりますね。で、合わせてこちらを見ておきましょう。ポンペオ前国務長官、人々はこの政権の弱さの結果を目の当たりにしている。ラム国境からヨーロッパを脅かすパイプラインをロシア人に渡し、アフガニスタンまで。アメリカは CCP 政権の手によって仕事と命を失った。彼らには責任を取ってもらうというふうにおっしゃってますね。いやー、本当にやられてますね。もうめちゃくちゃにやられてますよね。で、こちら、トラさん全ボスのついなんちゃらアカウントを凍結しているのに、国連がやばい組織と認定しているタリバンの報道官のアカウントは凍結せず、ついなんちゃら社に対して米国内で批判高まる。フェイなんちゃら、ユーなんちゃらは凍結済みというふうなことが言われておりますね。
ついなんちゃらに、批判が集まっているということですね。でこちら、梅さんはアフガニスタンの戦場から逃げ出し、何千人ものアメリカ人の人質となっている人たちを見捨てることを軍に強要したのだというふうに言われておりますね。梅さんはアフガニスタンの戦場から逃げ出し、今では何千人ものアメリカ人の人質となっている人たちを見捨てることを軍に強要するとは、たった2500人の兵士でアフガニスタンとカブールを完璧にコントロールしていたのに、逃げろと要求されて破壊してしまったのだというふうに言われておりますね。はい、で合わせてこちらを見ていきましょう。こちらですね、トラさんのギャブの投稿ですね。こちらを日本語訳したものを読ませていただきます。梅さんはアフガニスタンをテロリストに降伏させ、市民の前で軍隊を撤退させることによって何千人ものアメリカ人を亡くなる方向に追いやった。現在避難した2万6000人のうちアメリカ人は4000人に過ぎないことを学んでいます。現在完全に支配しているタリバンがこれらの避難飛行に最高のそして最も明るい人が登場することを許可しなかったことは確かです。仮に何千人ものヤバい人たちって、ああいう人たリストだ、で人たリストだこれすいません、なんかあんまり言わない方がいいかなと思ったんで、低の人たち、低リストたちって言ったら分かりますね、低リストたちがアフガニスタンから世界中の近隣地域に空輸されたと想像することしかできません。なんてひどい失敗でしょう。審査なし。梅さんは 何人もの低リストをアメリカに連れてくるのでしょうか。わからないというふうに強烈に批判されていらっしゃいますね。あ、やばい人を連れてくるんじゃないかというようなことも示唆されておりまして、本当に、ね、そのような危険もあるなと思いましたね。で、こちら。ここからちょっとまた話は変わりまして、不滅の虎さん人気、アラバマラリー驚異的な視聴率を記録。過去のトランプラリーの中で一番の数字、ニュースマックスだけで500万人以上の視聴者を獲得。1分間、視聴者数64万人で、CNN の47万人を大きく引き離すというふうにですね、もう CNN を大きく引き離すような事態になっているようですね。もうすごい、やっぱ米国内のこもね、大変これ動きが高まっていますね。で、こちら。トラさんボス、ビッグテック集団訴訟最新。この訴訟を起こしてから沈黙していた8万5000人のアメリカ人が訴訟に参加した。私たちはこの取り組みを続け、仮差し止め命令の申し立てを行った。我々は反撃しなければならないというようなことを言ってますね。リズ・ハリントン氏、8万5000人の沈黙したアメリカ人は、私たちの憲法修正第1条の権利を保護するためにビッグテックに対するトラさんの画期的な訴訟にすでに参加しています。あなたも参加できますと。いうようなことが、トラさん報道官のリズ・ハリントンさんもこのようにおっしゃっているようですね。で、こちら。最高裁がトラさん死を支持。梅さん政権痛恨の判決。最高裁は、梅さん政権はトラさんのメキシコに留まる国境政策、MMP 政策を復活させなければならないと述べた。梅さんは公約を実現できずというふうなことを言われている。まあ、最高裁がトラさんを支持した。トラさん、梅さんに、梅さんの言うことを聞かずにトラさんを支持したというふうなことが出てきておりまして、これどういうことが起きているのかというように思うんですが、どうなんですかね。なんか、何かが変わったのか、それとも、梅さんへの反逆が始まったのか、ちょっとよくわからないんですが、ね、こういう動きが始まったというわけで、ちょっと今後また、この梅さんの、梅さんに対する、まあ、風は強くなってるんですが、トラさんへの勢いがますます加速していると思うので、今後もその様子を皆さんにお伝えしていければと思います。引き続きよろしくお願いいたします。というわけで、ここから先はプレミアメンバーシップの皆様に向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開でやりにくい内容を慎重に扱いたいと思っております。ここから先のご視聴は概要欄からご視聴ください。またメインチャンネルとサブチャンネルは登録が別々になりますのでご了承ください。今週様はここまでです。ありがとうございました。というわけで、他にもたくさん紹介したいのですが、本日は以上です。本日もありがとうございました。チャンネル登録、いいね、クリック、コメント等よろしくお願いいたします。それではまた。追伸、新コーナースタッフティのつぶやきというわけで、今日もつぶえてみたいと思うんですが、もう新コーナーじゃないですね。もうずっとやってますからね。はい。というわけで、今週末ですね、また22時ライブ、22時のサブチャンネルライブっていうのをさせていただく予定です。はい。ゲストというかメインの演者さんっていうのはですね、まあスタッフティーも出るんですけど、すいませんスタッフティーも出るんですけど、もう一人すごい、演者さん、保守言論会の演者さんをお呼びしております。皆さん大好きな演者さんですので、お楽しみにしていただけたらと思います。ぜひ22時、今週土曜日の22時ライブもご覧いただけたらと思います。チャット欄で、皆さんのコメントをお待ちしております。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。通信の通信、最後はやっぱり面白い動画で終わりたいと思います。本日はこちら。ワンちゃんと鳥がいますね。ちょっと見てみましょうかね。
はい、というわけでいかがでしょうか。これなんかと間違ってツンって鳥さんがやっちゃったんかなと思ったら2回目も言ってるんで、多分わざとやってるんですカラスさんですかね。めちゃくちゃ賢いですね。しかもこっから動けないってことも分かって、この辺でうろうろしてるっていう賢さ、いやー、これは素晴らしいですね。というわけで私もあなたを見たら、 あなたのお尻をツンとして、知らん顔して、その辺でプンと横を向い、横斜め上を向いておきたいと思います。というわけで本日もありがとうございました。それではまた。